今年はしっかり陸厚の苗ができてですね、とても素晴らしい苗になってます。およそ1ヶ月かけて10センチほどに育った旗箱の苗です。五島市福江島ではおよそ40戸の農家が旗箱を栽培していて、亀山光隆さんの畑でも早朝から家族総出で植え付け作業を行っています。今年は冬場暖かかったこともあって苗の生育が早く、農家も期待を寄せています。収量そして品質ともですね、ともにいい作柄ができればと期待しています。旗箱は5月上旬から7月にかけて収穫され、およそ200トン、4億円前後の生産を目標にしています。